これだ。あ、これだ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 。全然わからなかったよ。バッジの変え方。で、こっから、あ、最終章来た。え、なんか溜まった。ポイントが溜まった。これです。ギフト交換ってやつ。スプラトゥーンですね。俺の場合スプラトゥーンなんですけど、スプラトゥーンで買うことができます。今なんか、期間限定で、4月7日9時59分までは、新しいやつ、追加されたやつが買えるみたいです。このアジオさんとか、クラゲちゃんとか、買えるので買っときましょう。はい、アジオさん。アジオさん、いいね。なんか見た目がな、見た目がプリプリしてるんだよな、エビみたいに。で、テンタクルズじゃなくて、塩カラーズじゃなくて、カラストンビ部隊じゃなくて、なんだっけ、待って。釣り身連合です。全然名前が出てこなかった。ごめん。ごめんね、風花ちゃんと、うつほと、エイさん。エイさん、本当の名前なんだっけ？エイさんでいいや。マンタ、マンタ。マンタ、マンタくん。オッケー、とりあえず全部買っとこう。別に、これ以上ね、使う、なんだろう、この銀のコインを使うんだけど、別に俺使う道ないんだよね。なので、みんなこうやって、買っているのでしょうね。タコも買う。あと6日だって。そう、フェスのね、フェスら辺しか買えなくて。こういう背景も買えるのか。買っとく？背景。背景増えた。オッケー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 。これもあと6日なんだ。てか全然、交換してないのもあると思うんだ。背景とフレームも買わなきゃな。これもフレームか。かわいい、これ。ね、これとか、これもスプラ3っぽくていいですね。俺の、チャンネルのアイコンみたいな。あ、いいじゃん、チャンネルのアイコンみたいで。いいじゃん。作るか。ちょっと作ってみようか、こっから。このパーツのアイコン作る。あ、なるほど。さっき買ったのが、じゃあ自分で作りましょうか。スプラトゥーン3のタイトルで、フレームは、せっかくなので、俺のチャンネルのアイコンみたいにして、キャラクターがですね、そうです、アジオさんですかね。で、背景これ決めれるんだ。あ、後ろの背景ってことか。他にはあるのかな？プリセットカラー、色で変えれますね。え、絶対色の方が良くない？これごちゃごちゃしてるもんね、背景。せっかくだからカラーでいいや。オレンジにしたら分かりづらい。一緒じゃん、色。色一緒だぞ。え、どうしよう。ピンク、紫とかがいい気がするけど。アジオさん、あ、黒ありだな、これ。黒だな。アジオさんのアイコンにしてみますね。今みんなもこれ、変えるので。今もちょうど変えるとこなので、みんなもダウンロードしてね。このオンライン、任天堂オンラインでね。多分みんな、スプラトゥーンやってる人はオンライン入ってるので。これ、じゃあこれでいいのかな、俺。アイコンこれで、戻ってみますよ。はジオさんになってる。よーし、これにて一件落着。